はい、と2021年11月何日だった、15日ございます。最初が決まらないねということ。ちょっと待った、これ何、これこれやった方がいいんだね、上級やった方がいいんだね、これやりますわ。何、上級だけだと思ったんだけど、3つあるんだ、これ多分大したことないやつでしょ。前なんか確かこのパターンあったらね、一番上だから多分やられてみますわ。ということで、上級の方の不死の少年でございますか、超高難度じゃないけど高難度いってみましょうということで、ちょっとスタートダッシュ遅れちゃったんですけど、ね、現在が4時ぐらいか1時間も後に、前どっかカンニングペーパーしてくれ、うん、そんなことないよということで、パーティー構成は左のような感じで、昨日の構成と全く一緒でございますということで、これ多分最初の2つそんなすごくないやつだねと思うんですけど、まあいいわ、長期 LA だろう。ていうか今回で敵誰が出てくるの、1人しかおらんじゃないの、え、何戦もないよねこれ。まあいいや、やってみよう、やってみよう、とりあえず行ってみましょう。ドン、どうでしょう、まあ、話はいいよ分かったで、ね、分かったで、ね、話はいいよはい、聞きました、行きましょう。ドン、3人とか、これで今回のさ、ピックアップ4トスとか持ってる人、何1ターンとかで終わるの、そういうのなの、まあ、普通に行こうか。これなんだった、ヒートスライサーでしょ、普通に行こうか。フチから行ってみようか、だったらせっかくだね。そうだね、フチから行ってみよう。なんでダウンロードになるんだ3600、これ今回のピックアップ出す持っとる人あんなもんダメージ出すんでしょ多分。ということで、その前にこれせっかくなんで捨て身してあれ怒ってきますわ、うん、せっかくだね。それでフォースバースト強くないやつだと思うけどな、なんか声がちょっとしゃがれてきたんだけど、これでスカラでもかけとくか、ルカにはスカラにしとこうか、スカラにしとこうか、どうでしょう。 HP 回復するようになったらまたなんか変なことやってくるんだ、ふわー、なんでこれブレスかなんか、何1975って、何あれ、なんだあれ1975ってあれ、ちょっと待った、あーそれ以上のダメージは大変だ、ダメってやつなのこれ、だからもうあれか、バトマス使えってやつかこれ、そういうことか、戦機解放してで、どうだろう、どれぐらい与えると思います、4000ぐらいはあるかな、どうでしょう、強いね、捨て火してあざぼうか、ヒートスライサーより強いか、ヒートスライサーが確かどうなとか2凸だったかな、これオードだと何やってくんだろう、ちょっと待って、オードやってみるわ、いっぺんヒートスライサーどっちにやるんだ、左にやるんか、会心と一緒ぐらいなんだ、あれなんかもうダメージ半分だった、あれ大丈夫あの人、これじゃあそのままいきましょう、どうせ全体ギラーでしょう、3000ぐらい、あ、うまく入ったね、うまく入ったね、ちょっと待った、左のもうあれ体力真っ赤っかになったけど大丈夫これ、ん、これほんとこうなんのか、また回復してくる、2000か、あ、めんどくせえなあれ、あんまり攻撃しないでそんなに、んで、あ、ダメじゃん、ダメじゃんそんな、せっかくホースバーストかけとんのに、なんであんな耐えるの、ね、強いんじゃないこれ、ちょっとあの、あの、世界中、お前全然なんかあれだな、こうなるんじゃないやり方しとるかよ、そんな強くないよね、世界中でもあなた使っとるよ、もう一回フォースバースト、もう一回フォースバースト、フォースバースト、これ一段階かけて今何魔法戦士やられましたが、まあ下手くそだな。ってことはこれ、ホスバーストまたかけたらもう一段階簡単に入るってこと、そういう 裏技とかある、地味に面倒になるの、あ、仲間呼ぶんか、あ、そういうオチか、あ、呼ぶんか、あ、そうか。でも470がめっちゃ当たるわ、これ。あかんって、それは。じゃあ真ん中攻撃じゃダメだわ、こんなもん。そういうことか、だからフチ弱いんだ、
から全体で攻撃しちゃダメってやつなの。これででもこれあんま起こしとくとあれだもんね、めんどくさいよな。もう一発ぐらい打ってくれんかな。それはないか。体力的にどう？両吹き1万とかそんなもんぐらい。でもこれ巻いた、めんどくせえな、あの回復。結構じりるね。火力ないと積むな、これ。回復じゃない。火力、あ、なにこれ。なにこれ。あ、ひょっとしたらあれじゃないの。回復効果消えたね。てか火力強えぞ、お前、マジで。呪うな。ふざけんな。あー、ちょっと待った。世界中、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 世界中。世界中、世界中、世界中。何これ。あれ、なんであんなダメージあったの？めっちゃ強くね？これ、バイシ送りたいね。バイシ、バイシ、バイシ、バイシ。バイシ、バイシ。なんであんな火力がある？魔法戦士なんだよ、クラウド。相当あれだぞ。でも真ん中もう半分になっとるよね。これでもやっぱ4と取る人なんかフルオートでいけるんじゃないの。アンコール作戦とかなんか1ターンぐらいなんか終わらんの。なんだこれ。あの時のあれだろ、レベル30の時のやつでしょこれ。プチ倒してないとやってくれでしょこれ。また世界中か。やべえなこれ。今危なかったんじゃない世界中。お前絶対こうなんじゃないか。何これ、何このやり方。ぶっちゃインチキだね。で、我忘れとるのいいね。フォースバーストもかけるまでもない。これ攻撃していこう。かけるまで、あ、入った入った入った。でも何だなダメージは多分。何スカラかなんかこれかけなきゃいけないんですよ。魔法してるんですよ、あんだくらいで。よっぽろなにこれ。また回復するようになったんか。結局これだけなのオチは。っていうこと？いや、お前世界中何個も使ってるくせに偉そうなこと言うなって。だってこれ強いもん、火力。400だよ。で、呪われて半分になっちゃうじゃん。これヒートスライサーを真ん中だな。これ、バイシとかでキーファーでやってきゃ別にバトマスいけるってやつなんかな。そういうこと？これで戦機解放して。これで実質あれだもんね。捨て身と戦機解放だもんね。バイシ2段階かかっとるから。キーファーでも結構いいダメージ出すな。で、戦列ベギラゴンか。じゃあ、グランドインフェルノだ。なんで戦列ベギラゴン？そこまで単体でもめっちゃ当たるわけじゃないんだね。バトマスの方が強えんか。だったら。バイシ2でさすがにあれか。1000回押しとるから強えってことだな。あ、また呼びやがった。あ、1体ですか ?2 体は呼ばんな。しつこく。なんで魔法戦士ばっかなんか狙ってくんのこれ。激しく怒って。骨どんなもん。いいダメ出すね。もうこれで終わったんじゃないですか。オートでいこうか。偉そうにお前。偉そうに世界中何個使ったの。歯の方使ってるけど、若葉じゃないの。でもマジで火力強いよ、あれ。スカラかなんかかけなかったやろ。マヤドはいいわ、そんな大したことないで。そんなに強くなかったですよね、これ。もういいよね、初級と中級は、多分。まあ、これぐらいで勘弁してやろう。お前、だから言っとるか、世界中何個使っとんの。結構苦戦しとんじゃないの、あんた。いや、だって使わんとダメだと思ったの。やられると思ったの。なんでだんだん声小さくなったの。というわけで、まあ、こんなもんなんですね。まあ、この程度だったか。これでも本当に今回のピックアップ4突であれ、1000回放とかしてくれてあれ、マンダメだよね。どうだ、やべえ、アンコール作戦とかしたら1ターンとかで終わるんじゃない。体力的にどんなもんなら3万ぐらいかな。2万ってことはないよな、真ん中。まあ、これぐらいで勘弁してやろうかということで。
まあ、ということで、ね、道具一切なしで楽勝でございましたということで、まあ、これぐらいで、まあ、俺の力はこんなもんだということで、どんなんやねんということで、まあ、こんな感じなんですけど、これ別にキーパーでさ、バトマスで、戦機解放と、捨て身かけてさ、一人後ろの方に置いてさ、で、スカラかなんか送り込んで、他の方のやつが回復してなんかやってたら、多分、いけるんじゃないなんか、アンコール作戦とかで。間に合わんかなあれぐらいだったら。キーファーでもなんか届きそうなんだけど。5000円とか、開始でだから1万近いぐらいダメでしょう。なんとかならんかな。全体の方がいいよね。でもあれだな、さすがに魔法戦士のインフェルノとかでダメ出すんだね。まあ、こんな感じでございます。構成的には一応昨日と一緒でございますということで。まあ一応ゾンビトークをつけました。こんな風にしましたけど。でもバトマス強いね。キーファーでこれだもんね。あれですよ。全体の中華力ぐらいですよ。単体のこれギラだと爪とかありますが、そこら辺でどんなもんダメ出してくるの？余裕でなんか瞬殺できるぐらいじゃない？まあとりあえずこんな感じで、はい。昨日と構成は一緒でございまして、まあこれぐらいで勘弁しといてやるかということで、まあ軽く。もういいよね、多分こっちの。もうだってどこでも使っちゃったから今日もできんが、これ。ねえ、ここら辺できん。これいいでしょ、やらんで。明日やろっか。お金もらえるね。明日、明後日やろっか。ねえ、あれがないで。どこでもないでってことで。まあ、そんな感じでございましたけど、余裕だぜ、この野郎ってことで。はい、ということで、そんな感じで終わり。